鶴姫が魔界に現れ、お市の方に言われるがまま自分の首をはねようとするが、末高草が現れそれを止め、そのまま戦いに突入する。越智安成、大堀安房が鶴姫を救いに来るが、鶴姫はその二人にも襲いかかる。鶴姫は安成に狙いをつけるが、高房が阻止すると、鶴姫と高房は異空間に飛ばされてしまう。その頃、村上武雄氏の前に現れる久喜義孝と同さん、囚われた娘を探している武雄氏に対し、久喜は自分の責任だと言い、共に助けに行くことを告げる。夕顔が霧隠れ才蔵と対面しているところに姿を現す前田刑事。才蔵に対し、刑事はかつて自分が恋した海姫ではないかと問うが、才蔵はそれを否定する。実は才蔵は秀吉と海姫の娘であった。才蔵は敵である刑事を襲うが、刑事は反撃をしない。そこに悪老が現れ、才蔵を切ってしまう。倒れる才蔵、悪老は刑事に対して才蔵の魂を奪えと言うが、刑事はそれを拒否する。夕顔の前に再び姿を現した渡辺の綱。綱は阿部の生命と戦いを挑む。生命と綱の戦いが始まる。生命は綱に敗れ、綱が生命の魂を奪おうとすると夕顔が止めに入る。綱は妻である夕顔も切ろうとするが、そこに土方歳三が駆け込み阻止。土方対綱の戦い。土方が劣勢になったと生命と夕顔が綱を止め、綱は夕顔の魂は奪えないので自害しようとする。生命は夕顔の記憶を奪い、綱に夕顔を返す。それは生命と綱の因縁を解く一番良い方法だと言い残し、生命は去ってゆく。そしてこの世の最後の戦いが始まる。藤原の住友と俵の藤太、そして囚われた村上京。住友が村上武雄氏を呼び出すと、武雄氏と共に久喜義孝と同さんも現れる。そして念頭上の結界縄が外され、戦いが始まろうとした時、影楼が現れ、朝比奈義秀を召喚する。村上武雄氏、久喜義孝、村上京対藤原の住友、俵の藤太、朝比奈義秀の戦いが始まる。京が義秀に襲われ危機が迫る時、安成が現れ京を救う。さらに安房が現れ京の救出に成功。しかし最後は力及ばず、武雄氏と久喜は義秀に斬られ倒れ、その瞬間時代屋が叫んだとともに平の正門の気配が出現。ついに魔界に正門が近づくのである。